繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお、自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。
は状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ？表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？これのことかな。どうしよう。重郎、芝君。どうしたよ、しけた面して。時々ふっと感じちゃうんだ、不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。千葉君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうち
ビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。冬坂さん、また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。そういえば、昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は、僕の夢によく現れる。それで、妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は、僕の夢によく現れる。それで、妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は、僕の夢によく現れる。それで、妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。寝てばかりいるし、でもそれで待ち合わせてて。もしかしてそれってレンジ君でしょ。いや違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど、いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。落ち着くんだ美和子。美和子、ちょっと待って。なんか用？いや、別に。で、話は戻すけど、それって、レンジ君でしょ。いや、違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど。いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。落ち着くんだ。寝てばかりいるし、美和子。美和子、ちょっと待って。なんか用？いや、別に。で、話は戻すけど、
まただな。帰ろうぜ。し、どうしたよ、しけた。時々くし、まが、うん、千葉君は映画といえば借りて曲を十郎返しとく。またいいけどビデオ、そういえば映画のし、そりゃそのビデオとあったね。冬坂さん、もう起こした方、そういう女の子が。そんなことより例のビデオ、あの映画本当借りるんだろ。もちろん。あっ、しまった。ちょっと待ってろ芝君は。待ってろ。あの映画は前、今で、あの映画は今では、冬坂さん、あれ、もう授業くら、ありがとう。よく寝てたね。私またお、君がい、うん、あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。あの映画を今では、僕、それおい、まずい、アミグチな、あれれ、お二人、ちちねん、俺を気にす、ごめん冬坂、また今度。そう、先に帰るね。何、からかったの、秘密に。それより網、やつを早く、また網口、あいつんちの俺を待ってる。だけど、ま、あいつよ、しょうがない、独り者は寂しく帰るよ。あんたごめん、網口くんは今度クレープおごる、運動も勉強、その上実質に。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動もべ、その上実質には。前の教室の景色も好きだったけど、新しい教室も嫌いじゃないな。校庭、みんな、なんか、あれくらい熱中できたら、どこ行った、網口をゲームに。あ、網口くん、まだ学校に、そういや休憩時間、何、教託保健室の僕、クラベ君、そう、プリント、プリントは教託の上、学食行ってみるぞ、早く、学食行ってみるぞ、早く準備しろ。網口くんは運動、その実質に、寝てばかりでも彼女はそれで。芝くんは映画やと、あの映画今では、学食い、早く、プリントは分かってるよ。早く、学食行ってみるぞ、早く、
学食い早く準備。網口くんは運動もその上か実質には芝くんは映画や特学食行ってみ早く準学食行ってみ お二人さんいつの間にいい感じに違うよ早く準備しろじゅん寝てばかりいるしでもかのそれであの映画は今では学食行ってみる早くじゅん学食行って早くじゅ寝てばかりいるし学食行ってみるぞ早くじゅ寝てばかりいるし学食い早く先生のとなんだよ何はともあれ俺は先に学カバン持ってけ戻ってくる芝君の言うように戻ってくるのね、芝くんの言うよ。あ、戻ってくるの面倒、芝くんの言う。あ、戻ってくるの、芝くん。芝くんは映画や特撮寝てばかりいる。でも彼女それであの映画はマイナーで今では網口くんは運動も実質には戻ってくるの芝くんの言う芝くんの言うように網口くんは戻ってくるの面倒だから芝くんの言うようにあ
網口くんは運動、実質には失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真？何の書類だろう。ちょっと見るだけ。泉十郎。写真は僕だ。名字間違い。小投薬により従順な性格遠い。あら、クラベ君。先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？中盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。シバ君が待ってる。学食へ行かなきゃ。寝てばかりいる。でも彼女はそれで。そうだ、クラベ君、体の調子はどう？調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風邪が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう、僕はこれで。まだいた。芝君、どうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえから、ビデオ屋にでも行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、十郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。三浦くん、知り合いか？十郎、手順は間違ってない。なぜ動かない？ゲーセンはパス。今柄悪いじゃん。ゲームあったら家で遊べるよね。三浦くん、それ弟が親に使ってた脅し文句だよ。大丈夫？無料化テレビゲームがどっちがいいんだって。気分でも悪いの？平気だわ。おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵転送。君も騎兵の？何？今のあそこだ。あれ、なんかあんなところにあったっけ？よかった。騎兵を呼んだのか？なんだ
少し形が違う。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？オキノのコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれはまずいな。君は。仕方ない。とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。よし。毎晩変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻。あいただ。おい、大丈夫か？どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。彼女が落としたのか。生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。伊織ちゃん。あれ、おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生、睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私、如月富。あ、沢渡です。私は、冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。おっとりしている親友の美和ちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。じおっとりしだ。よろしく。こちらこそ。うさみであだ名だけど。私も。じゃあ、あれ、おでこ机で寝てた。ああ、朝来る。あれ、え、何、ぶつかったな。思い出。それはそのさあ、運命なで。そう、これ今日帰りに、よ、さっきのか。うさみちゃんのクレープ屋さん。クレープいいね。いつも眠そうだけど夜更かしで。そういう変な夢。夜中にな。変なぼんやり。昨日燃えてる何かを。そこは私の赤い。うさみちゃん。ああちょっと遠い。んー、いや、うさみのゴート先。ゴート。いや別の女子の間。う、そうなの。廊下で。ああ、いや単なるし。そ、ちゃんと制服。ここの。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん。壊しちゃダメじゃない。壊してません。
古い校舎って入学に合わせて新校舎工事を来月に本当に戦時中にそうなんなっちゃいいじゃない。友達うん、私たちさ夏菜ちゃん如月南夏南さん見つかって他のクラス次の授業わかっ前に言ってたね。え、ど行かし南さんはい黒くて見事格好へえずるいリよしちょっと行ってくれよく寝たせ。いないあ見つけこんなところに隠れあれどこ行どうして分かっ黒部俺たちのカアミグなんだからしき聞け俺もこお前はカ、うん、もっと確かめ合いと付き合ってやっぱりあ冬坂さんあっあ愛のかえ続きをどうぞ待って何か誤解してる俺たちがそういう関係面白いなそれ誤解だよ僕たちが話してたのは夢の話なんだ夢夢のん妙な夢見るたびどうもじつながってえ驚いたこと似たような話を聞俺は夢を聞僕は確かにレンタルビデでもテレパシーでそうじゃなきゃ未来そんなわけ確認した突拍子いやそうだったほら授業続きは教室に戻ろThank you.
13番機移動する。着いたな。そこで騎兵から地下300メートルのターミナルに信号を送る。君たちのアクセス ID ならどれでも起動できるだろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるの。やってみます。警告、 D 信号接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。Hmm.